デビット・フィズデールはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール指導者フィッツデールと表記される場合もあるロサンゼルスの高校からサンディエゴ大学に進学しポイントガードとして活躍大学卒業後にコーチに転身2003年から NBA の世界に入りゴールデンステートウォリアーズのアシスタントコーチから NBA のコーチキャリアがスタート 2004年から4年間はアトランタホークスのアシスタントコーチを務め2008年にマイアミヒートのアシスタントコーチに就任2012年2013年と NBA に連覇に貢献した2013年のオールスターウィークエンドのライジングスターズチャレンジでシャキール・オニールの指名によりチームシャックのヘッドコーチを務めチャールズ・バークレー指名のサンアントニオス・パーズの アシスタントコーチ、マイク・ビューデン・ホルザー率いるチームチャックを破った。2016年5月26日、メンフィス・グリーズリーズのヘッドコーチに就任した。契約期間は4年。2017から18シーズンは、当初は勝ち越していたが、マイク・コンリーの負傷欠場などもあり、8連敗を喫すると、11月27日、解雇された。2018年5月7日、 ニューヨークニックスの29人目のヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。